こんにちは、こんばんは、おはようございます。今回は、ゴースト・オブ・ツシマのゲームを進めていこうと思います。ユナやタカと共に、行方知れずだった弓取りを見つけ出し、点点点ですね。では、これをやっていこうと思います。吐息を頼りに向かいますよ。瞬間移動にしましょうか。瞬間移動、1、2の3。はい、着きました。タカが横にいますね。離しますね。タカ、お主のおかげで槍川も戦えるかもしれん。あ、槍礼を川。言うぞ。ありがたいお言葉。モコが騒がしくなってきましたね。我らがテムゲをなぶったからな。復讐に燃えておろう。攻めてきますかね。今夜ではない。だが我らを寝かせず、明日疲れたところに仕掛けるはず。今のうちに休め。はい。これ陣の道かな。槍川のクロード。やっていきますよ。ああ、そうだ。氏政様の館で姉さんが話したいって。よし、心得た。また叱られるんじゃない？ユナに。この先みたいですね。では、行きましょう。瞬間移動しようか。ワン、ツー、スリー。はい。着きました。ちょんまげのお前か。町の守りは進んでおるようです。お主の働き、大黒から聞いた。礼を言う。お辞儀への恨みは変わらぬがな。敵は猛虎。手勢なき今、あなたが頼りです。猛虎の餌としたいのだろう。槍川の民は勇猛で腕が立つと聞く。それを示す時では。考えておこう。ねち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 、昔のことを今を見ろって感じだね、お前。で、ユナはどこ？ユナはこの上にいるみたいです。ね。はい、着きました。怒ってるみたいです、まだ。起きておったか。教壇持ってます。お酒かな。百姓だけで侍が負けた相手に勝てる？すぐにわかる。あんたも酔った方がいいね。あら。ケンジのやつ、その日はわらじ一足で過ごしたんだ。ひどい味だ。母親のお気に入り、浴びるように飲んで。酒が切れると怒ってね、わめくんだ。私の茶はどこだって。それは苦労したな。タカが6つの時腕を折られてさ。あの子を連れて一緒だ。足がちぎれるくらい走った。自分もそれくらいの、しばらくしてから年の時に腕の骨を折りました。ムタレ人だって。誰が？姉として立派な行いだ。野垂れ死んだそうです。時として逃げることが何よりも勝る手だて。乾杯。
あ、ユナ。ジェン、大変だ。急ぐぞ。なんでなんで。酔っ払ってんじゃねえ。おめえら。逃げたりしないよ。なんか。坂井様、姉さん、猛虎が。行くぞ。どこにおる。来ちゃった。このままで、このままでは。やばい。やりかあの。あのお方、クロード様だ。クロード様、お助けを。タカ、戦えぬ者を集め、館に入れ。みんな、館に逃げ込むんだ。急げ。すごいすごい。敵だ。ああ、燃えてる燃えてる燃えてる。あれとこれは、あ、こうかこうか。門が破られる。破られるよ。一生懸命だ。町に入った猛虎は一人として生かしておくな。来た来た来た。敵を通すな。通すなよ。行かけよ。槍川を守れ。クロード様に続け。行け。さあ、もう行くしかない。やばい、ごめんなさい。鼻が痒かったから、痒いてたらやられました。鼻が痒かったんだっけ。鼻がまたやり直しかな。押し戻せ押し戻せ。通すな通すな通すな。お前どんどん弓をやれ。あ、この人は月の方。あら、収まってる。エイ君、足かかってる。猛虎を待ちに逃げるな。騎兵、追い払うのだ。そして、どこにいる。まだいた。みんなで行けば怖くない。まだいる。よし。押し返したぞ。猛虎が引いてく。これ式の戦いで引くとは、魂胆は何だ。釣り出すつもり。うわ。いや。できる限り敵を遠ざけ、館に逃げろ。俺は投石機を破壊する。私も行くよ。ならん。鷹を見ていろ。投石機を壊せってことか。おお。投石機を壊せってこと。敵陣をすり抜け、投石機を壊さねば。どうやって。投石機のとこに行けばいいのかな。バレた。投石機。これ無理くね。ちょっと無理だわ。どうしろっつんだ。やっつけろってことかな。これ無理よね。ちょっと一回逃げよう。あれ、投石機を壊すのかな。戻れって。あ、だっひどいこと言うな。これ無理だわ。お前たち覚えとけ。一人ずつ。そして土の月の方。よし。
よし、弓、お前は先だ。そしてまだいるか。まず一つ、こっちも。二つ、まだあるのか。抜かれた。嘘、何してんだか。まだ手立ては残っておる。どうする。町に戻るにも難儀しそうだ。町に戻れ、これは難しそうだ。いや、町に戻ります。あ、来た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 、バレたバレた。もう走り抜けるしかないわ。町に戻ります。どうやって、この一本橋を渡る。はい、うわー、やられてんじゃねえこれ。あれは百古城の手の館のそばにおるぞ。そう、これやばいわ。入れました。閉めろ。なんだ。ああ、手抜け、かかってこい。こいつを倒れたか。手抜け、首で恩賞をいただく。ムカデみたいな舐められしやがって。手抜け、絶対に許さない。我が名は酒井仁。この島を荒らす異敵に天誅を与える者。己の血で畑を潤せ。うるさい。どうやって、どうやって死んだんだ。手向け、手向け、見た。黙れ手向け、己が得るのは六文銭だ。知れ事を、調子に乗るなよ。あ、手向け強いわ。我が名は酒井仁。この島を荒らす異敵に天誅を与える者。己の血で畑を潤せ。手向け、お前が、お前が、お前がしたこの悪さ。黙れ手向け、己が得るのは六文銭だ。後悔させてやる。調子に乗るなよ。手向け、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 後ろが開いて、おる、生きた。すぐに対馬を去れば情けをかけてやる。槍川を焼き尽くす。お前が、手向け、後ろが開いてる。あ、手向け、強い。我が名は酒井仁。この島を荒らす異敵に天誅を与える者。手向け、強いわ。我が名は酒井仁。酒井仁だ。この島を荒らす異敵に天誅を与える者。手向け強い。我が名は酒井仁。この島を荒らす異敵に天誅を与える者。やば、手向け。
我が名は酒井仁。この島を荒らす異敵に天誅を与える者。己の血。ちょっと待て。ちょっと待て、ペムゲー。我が名は酒井仁。この島を荒らす異敵に天誅を与える者。これで終わり。ゴスト、マイタ君ばい。ゴスト、スタンメカンカマシ。こうなりたくなけりゃお前たち。なんか変わった。クロードの方を使えるみたいです。すごい。 L3 と R3。 おお、なにこれ。もう子供、ここに。すげえ。聞かぬならここが墓場だ。すごい。槍川の収容、一人として猛虎を生きて返すな。一人も逃すな。槍川を守れ。え、すごい。今見た。逃してないぞ。情け無用。ん、ダメージを受けず敵を倒せば型を使えるんだ。敵を倒せばいいんだね。お、溜まってる。クロード方、門まで押し通れ。クロード様、クロード様。お、あと2つ。よし、来たぞ。押し返すのだ。クロード様に続け。クロード様、土俵ども。なんかジンがすごいことになりました。姉さん、町は守った。次は志村殿に加勢し対馬を守ろう。だね。誰が猛虎を退けた。あの兵器に立ち向かったのは、槍川を守ったのは誰だ。俺たちだ。あんたたち黙って猛虎の好きにさせる機会。そうだ。たとえ侍でなくとも、お主らは戦える。我らで異敵を打ち払い故郷を救おう。お主らも立ち上がれ。心がなんか強くなりましたね。何なんでしょうねあれ。はい、鮎川のクロード、鮎川じゃない、槍川の民を味方につけろ。味方になってくれたみたいですね。嬉しい。しかも心がなんかかなりすごいことになってましたよ。お前の友が我が名将を打ち、兵はあやつを不死身だと言い始めておる。お前が正してこい。誰？陣の首を取った褒美なんてもらえるかよ。大事な菅笠衆のことはもう良いのか。陣は対馬一腕が立つ。俺の仲間では殺せん。敵を滅ぼす手はいくらでもあろう。頭を使え。
あいつを殺さない手もあるだろう。終わったな。これで槍川も加わる。だが叔父上の城を取り戻すにはまだ足りない。今回槍川の民を味方につけろをクリアしました。次からもっと楽しみになりますね。次は堺家に伝わる鎧を手に入れろをやっていこうと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。